まあ、本当に来月これ売り上げが立たなかったらもう終わるっていう状態だったんですけども、だからバイトしてたんですよ1ヶ月間本当に。社長やりながらそうアルバイトしてた。そうですそうです。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。はい、今回はロレインブローの東社長とこれ一応ね担当の辰巳さんと、はい、あ僕はあんまり喋りませんので2人とおっしゃってます、はい、竹村さんがおとなしかったらね、はい、何喋って、何喋るのって話なんですけど、はい、まあ2人だけの話あるでしょう、いろいろ。なぜね東さんがここに出てるかというと、うん、まあこんな言い方したらあれなんですけど、僕が無理やり引っ張ってきたんですよ。きっかけとしては僕が掘り起こしシリーズをやってる時に、過去の東さんの東くんのメッセージを僕が見つけて、で竹村さんに相談したら、いやズームしたことあるよ、彼は優秀だよいやその話知らないしと思って、で瞬く間に毎月オープンしてるじゃないですか、はいはい、1年足らず1年ちょいかでね、はい、うん、なんでこれはもう世に出ないとダメです、こんなすごいブランドはって言って、しかもちゃっかり FC 本部の学校ちゃんと入ってるっていう。いつから入ってるんですか結構最初から最初からですよねまあその時もだからね、入る時に相談もあった、はい、相談あったんですよね、うん、でも講義には見てますアーカイブ、はい、本当にアーカイブ、はい、そのまま住んでるところがね東京じゃないんでね、はい、関西の方なんであれなんですけど、なんでもこれからはバッてもう露出してもらって、俺は FC 本部の社長なんだっていうね、はい、発信をしてもらって、はい、で加盟説明会もしてもらって、はい、なおかつやっぱ今アイラッシュ、うん、竹村さんもお詳しいと思うんですけど、うん、アイラッシュ業態っていうのはどん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 ブランドができていて、はい、成長産業であることは間違いないと思うんですよ、うん、なんでね、はい、その特に東くんの場合は僕はストーリーに魅力を感じたんですよ、うんうん、ちょっとロレインブローが始まったストーリーを教えてもらってもいいですか分かりました。僕が本当にね起業しようと思った時にもうお金がなさすぎてですね、本当に10万20万ぐらいだったんですよ現預金が。で、まあ、本当に始まりはもう親父の、社宅のワンルームにベッドを置いてスタートをしたんですね。で備品とか買うお金もないんでクレジットカード5枚ぐらい作ってですね、まあ、大体50万ずついけるんでかける6で300万ですよを使ってやったのが去年の4月です。去年の4月、2021年4月、はい、人生を負けました。僕が日本から来た同じタイミングですね、はい、電話を取る出てたぐらいの時です、はい、すごい本当に。でそこからそこからです、はい、でも最初そんなね、順調に行くんですか、そんなちょっと無理やりじゃないですか。行かないです、行かないです。普通だって起業するって言ったらもうちょっと貯金して50万なり100万ぐらいは作って、はい、ないんで、ね、やるもんだと思うんですけどね、はい、皆さんね、はい、その辺はいやこれも運です、うん、なんかたくさん本当コロナがちょうど来たんじゃないですか、うん、マスクするからさっきも言ったんですけど、はいはいはい、だからもう目元のサロンっていうのが急にお客さんが多分増えた時期だったんですよ、うん、なるほど、はい、女性がみんな眉毛とか目にお金をかけ始めたんですね。いや本当にそうなんですよ。マスクのおかげで。そうです、マスクのおかげで、マスクに感謝してるんですけど本当にそれでまあ、たくさんねありがたいことにお客様にね来ていただいて、まあ、本当に来月これ売り上げが立たなかったらもう終わるっていう状態だったんですけども、だからバイトしてたんですよ1ヶ月間本当に。社長やりながらそうアルバイトしてた。そうですそうですそうです。バイト何してたんですか。普通に高速道路のアプリのやつとか日雇いみたいな、ね、日雇いは本当に家賃分ぐらいはとかホットペッパー代ぐらいはとかやりながらやってたって感じです。やってたって感じ、はい、ですって言って今40店舗近くっていう、はい、でやっぱお金もないし、はい、銀行からの融資もそんななかなか借りれないので。そうですね、時代も時代ですから、はい、これはもうフランチャイズしかないと。ほう、みんなで、僕自身もこの美容業界未経験なんで、ほう、これはいろんなフランチャイズオーナーさんとタッグを組んで、うん、いろんなノウハウをねグループで積み上げていって、まあ、分からないことは僕もねいろいろな人に聞いたりとかをして全店共有しながら今やってるっていうような感じですすごくないですか竹村さん。いやすごいよだから今まで僕はすごくないですけど、いろんな FC ブランドの社長方を見てこられたわけじゃないですか竹村さんは、うん、いるんですかこのタイプはまあ、だ今のね話の下りでね、すごいところは自分も美容業界詳しくないんでそれで本部をやろうっていうね、うんはい、そこの発想がみんなねできないと思うんですよ。だから美容業界詳しくないから、ね、美容のフランチャイズに入ろうってのは分かるよ、はい、そうじゃなくて本部やろうっていう風になる、そこの思考、うん、人と違うとこね、ここがやっぱりあるんだよね東さんはね。でも結構未経験の美容の
経営してる方って多いと思うんで、最近増えてると思う。逆にそっちの方がこのうまくいくっていうこの逆説パラドックスがあるんだよね。なんでですかね、イニシャルコストがやっぱライトだからなんですか、それでも時代ですか。要も技術もちろん大事なんですけど、はい、技術ってやっぱりこの年数を重ねればなんとかなる部分あるんですけども、うん、どっちかっていうとこうどうやってお客さんを呼ぶかとか、うん、例えばですけどどういうふうに、戦略として立ててお金を投資していくかっていうのをやっぱり他の業態の人の方がやっぱりそういうなんていうんですか、美容の固定概念みたいなのもないですから、うん、違った観点で物事を捉えられるんですね。いやまあね、今のも的確なことを言ってて、うん、とにかく集客の方なんだよね、うん、でやっぱりどうしてもその業界ど真ん中の人っていうのは、うん、いいサービスを極めればお客さんが来ると思って、これは塾でも何でも一緒、外食でも一緒で、外から見るとそこはないから結局そっちの方が有利で、フランチャイズもだから結局フランチャイズ本部っていうのはその中身よりも集客っていうか技術よりも集客っていうか、うん、これも一つの心理だからね。うん、あとはやっぱ人ですよね、うん、スタッフというかね、求人っていうところがすごく美容業界の店舗展開は肝を握る、まあ、竹村さんともまだ5店舗ぐらいの時にずっとそれをね、うん、2人でいろいろアドバイスいただいてたんですけど、本当に求人だからと、もう集客と求人だからっていう、うん、まあ、ここはやっぱり本当やめやすいよね、うんうん、でやめて、だからこれも業界の人だとやめちゃうのはしょうがないと思ってんだね確かに、これもうそういう業界だから給料安いし、僕ももともと美容師で美容業界にいたので、うん、そうですね、畑が出身がしょうがないんだよこの業界はって思ってるから、うん、しょうがないの繰り返しだね。でこうやって業界が出来上がっちゃってるからという、でそこはやっぱ違うよと、だからそうです、うちはやめないっていうような、そういうのを作ったら伸びるよっていう、うんうん、とはいえいくらそれが大事だと言っていても、東社長は今おいくつですか。26です。26歳ですよ、はいはい、女性スタッフの方とか女性スタッフの方とか、はい、みんな年上じゃないですか。いやそれがでも意外となんですけど、はい、美容師のアシスタントを離職して、はい、まつげ業界に移動するっていう流れが多いんですよ。本当に美容師のアシスタントから転職してアイラッシュとかマツエクとかやってるんだ。だから22、23、24が一番多い。確かに美容師の免許持ってるからね、転職しやすいですよね、はい、目元やるのに。そうですおなるほど。じゃあ、マネジメントはもうイージーだと。僕はねちょっとあんまりマネジメント得意かってるのさ、得意じゃないんですけど、はい、まあね、それはチーム戦なんで、はい、やっぱり素晴らしい。これだけ短期間に伸ばしてくるっていうことは、うん、まあ、人を引きつける魅力はあることは間違いないんだよね、うんうん、そこはやっぱり大事ですから。美食はでも本当ね、フランチャイズの店舗ね、こんだけ出てきましたけど、多分フランチャイズの店舗で辞めてるスタッフはあんまいないかもしれないです今のところ。なるほど。だからそれもこの仕事がそこまでそのハードでないっていうか辛いものじゃない、あるいはすごく楽しいのかもしれないです。その辺は僕ちょっとわからないけど。じゃあそんな中身をね、東社長のロレインブローで働いてる方々のお給料とか気になるんですけど、はい、別の動画で撮りましょうか。はい、ということでたくさん話したいこと出てきちゃったんで、出てきちゃったんで別の動画にしましょう、はい、ということでロレインブローの加盟説明会は8月の20日ですね。こちらから概要欄から応募くださいませ、はい、お願いします。